東北大学電気通信研究所の大野雄三です。本日は修士2年の高橋拓也君の研究の発表代理で務めさせていただきます。タイトルはゲート付きガリソアルガリソ単一量子移動構造を用いたゼロ磁場における高緯度の二元レスピン再生運動の光学検出ということで、内容は実験とそれからそういうシミュレーションによる高緯度の二次元系におけるその内部有効磁場の見積もり、特にそのラシバドレスルハウス等の大きさの欠点について述べたいと思います。イントロダクションは簡単に端折りながら説明したいと思いますけれども、特にその非磁性半導体におきます、半導体スピントロニクスにおきましては、このスピン軌道総合作用というのが非常に大きな役割をしていて、特に最近では、古くはこれは調べられているんですけれども、特に最近ではそのスピン操作あるいはそのトポロジカルエレクトロニクスというような、その幾何学的なそのベリー位相等が電動に大きく寄与するというような観点で、また新しく違った観点から注目をされているようになっています。これは基本的には相対論的な運動でして、で半導体の中でこれが目立って現れてくるというのは、ガリウム位相に代表されるような線亜鉛鉱構造では結晶そのものが構造にその空間的な反転対称性がなく破れているためにそのスピン縮体が溶けていると。それからヘテロ構造を構成するときにその閉じ込め構造が対称性をまた破るためにそこで空間的なその対称性を破る、こういった空間反転対称性の破れが物質を運動している電子に対しまして、その軌道とスピンがカップルして、電子に外部から磁場をかけてないにもかかわらず、実効的な磁場を働かすといったような結果になるというわけです。でこの内部の有効磁場というのは、一つはその例えばその光等を使ってその半導体中に電子スピンを揃えてあげたときに、これらが運動している間にその有効磁場を感じてその磁場の前で再三運動をして向きはバラバラになってしまうというようなスピン緩和につながるということと、もう一つは今申し上げましたように特定の方向に電流を流してあげたりしますと、そのバンド構造のスピン分裂を反映して電子のスピンが変極したり、あるいは散乱のその散乱する際にスピン軌道総合作用によってその散乱される角度や方向がスピンに依存して変わることから、スピンホール効果や電流溶液スピンポーライゼーション、さらにまたその逆過程としてスピンガルバニック効果など、そういった効果は非磁性半導体において調べられております。で、こういった構造はいろいろな量子構造を用いて調べられているわけですけれども、高緯度の二次元系におきましては主に輸送におきまして、例えばその、反弱極材などの、効果等から、そのスピン軌道総合作用の大きさ等が、いろいろ実験的に特に新田先生のグループで精力的に議論されています。また、スピン分裂が大きい経緯におきましては、例えば量子ポイントコンタクトを使いますとスピンの揃った電流が生成されるというような提案が、慶応の江藤先生から提案されるなど、そういったデバイス応用の磁性体を用いない外部磁場を用いないスピン源としての、デバイス応用といった、観点からも研究がなされています。で、高緯度の二次元系の特徴というのは非常にその散乱レートが小さいと、散乱時間が長いということで、また、その散乱時間が長いということは、一定の、ある K ベクトル状態を電子が保持しますので、その間その電子は有効磁場の感じでどんどん再三運動してしまうので、一般にスピン緩和時間って非常に速くて、そういう系なんですけれども、逆に言うと、その非常に長い時間その電子はある、波数状態を、維持してきますので、その間一定の有効磁場を感じることができます。でその結果、外部から磁場をかけないでも、例えばポンプローブ測定におきまして、その電子スピンがその内部有効磁場を感じて再三運動するといった様子を、コヒーレントにそういう運動している様子というのが、2002年に、実験的に報告されています。で、これらの、解析するのに、これから述べるような方法を用いるわけですけども、本研究では、一つの量子単一の量子移動を用いまして、それにゲートをつけまして、内部の電荷及びキャリアノードを変化させた時の高緯度の二次元スピンのダイナミクスについて、ポンプローブ
を用いて測定を行いましたので、その結果について説明したいと思います。こちらの図は、資料構造とその特性になっています。用いた資料はガリウムイソとアルミニウムガリウムイソの変調ドープの単一量子度構造で、緯度幅は20ナノメートルで、表面と二次元の距離はだいたい50ナノメートルで、キャリア濃度は、ゼロバイアスでだいたい4から5かけの11乗で、これにゲートをつけまして、逆バイアスをかけますと電子がだんだん空房していきまして、約マイナス 0.5 ボルトくらいで電子が空房するという構造になっております。測定温度は大体 2.5K、 大体というか 2.5K なんですけども、その時は最高の移動度として約100万くらい、これは運動量緩和時間に換算すると30ピコ秒以上のオーダーになります。実験方法ですけれども、ピコ秒のモードロック炭素ファイアレーザーを用いましたポンプローブ測定を、化学改善測定を行っております。円変更のポンプ口で使用の緯度面に垂直方向に電子ピンを冷気しまして、時間遅延した直線変更のプローブ口の反射してきた光のその化学回転角を計測して、この面直成分の電子ピンを計測しております。で、通常はその光学繊維の選択則を用いてバンド端を叩いて、そこでのその吸収の変化をプローブ口で透過あるいは反射で見るわけですけれども、この構造ではキャリアをドーピングしておりますので、冷気およびプローブの波長に非常に強くその信号が依存します。で、次にそのポンプローブ口の冷気エネルギー波長、フォトエネルギーとそれから信号の関係について説明したいと思います。こちらの左の図は黒線で描いたのがフォトルミネッセンスのスペクトルで、赤で点で描いたのがフォトルミネッセンスエキサイテーションのスペクトルの結果になっています。で、この図のようなバンド構造対応になっておりまして、フォトルミネッセンスはバンド端からのその再結合で、フォトルミネッセンスエキサイテーションというのはちょうどそのフェルミ面よりも高いところから、光が吸収されるということで、そこからその光電が流れるというようなことになっています。で、レーザーのフォトンエネルギーをこの3つの点で測ってあげ、3つの点に合わせまして、円変更冷気の化学回転測定を行ってやりますと、ちょうどこの PLE が立ち上がったこのフェルミ面近傍のところでのみ、このようなこれは磁場をかけてない時の時間遅延と化学回転角の関係ですけれども、このような振動が明瞭に見えます。それよりもエネルギーが低いところでは十分なスピンが冷気されてないため、高いところでは冷気された電子ピンがエネルギー感を起こす際にコヒーレンスが破れるためと考えられる理由から信号は出ておりません。で、次に、このようにそのフェルミ面近傍にそのポンププローブ口のフォトエネルギーを合わせてゲート電圧を変えながら測定したのがこちらの結果になります。これプラス 0.4 ボルトからほぼ電子が空房するマイナス 0.5 ボルトまで変えて、フォトエネルギーをそれぞれフェルミ面近傍にチューニングした時の化学回転角の時間遅延依存性になっています。キャリアをほぼ空房しますと、通常のアンドープの量子と見られるような単一な減衰関数でスピンが緩和していく様子が見えますけれども、キャリアがいるところではこのように再三運動が観測されます。これをキャリア濃度の関数として、再三運動周波数とそれからディフェージングタイム、この減衰時間をプロットしますと、このようになりますが、これは単純にそのまま有効磁場とそれから位相緩和時間というふうに見なすわけにはいかなくて、先ほど説明しましたように電子がその散乱を受けるまではその一定の有効磁場でこう再三運動するわけですけれども、今面内ではその有効磁場がその大きさと方向というのはその電子の持っている波数ベクトルの方向に依存すること、それから散乱を受けますと K ベクトルの向きが変わることによって、断線散乱を考えますけれども、向きが変わることによってその再三運動する軸が変わりますので、その集団兵器を見てますので、さまざまなディフェンジングの効果が入ってきます。これを定量的に明らかにするためにラシバの項とそれからリニアと3次のドレッセル項を考慮した内部有効磁場というのを考えまして、モンテカルロシミュレーションよりフィッティングを行いました。計算は文献に詳しく載ってますので省略いたしますけれども、初期状態として面直に立ったスピンがこう再三運動、散乱が起こるたびに向きは散乱が起こった場合に、断線散乱を考えて向きが変わって別の有効磁場周りで回転する、散乱を受けなければそのまま回転を続けるといったことを繰り返し計算を行って、
実験結果をフィッティングしました。で、パラメータはたくさんありますので、ラシバの、項につきましては、セルフコンシステント計算から、バンドの、緯度内の電解を、求めてあげまして、そこからこの係数をかけて見積もってあげます。で、フィッティングパラメータとしては、ドレッセルハウスのガンマとそれから、この電子の、散乱時間というのを2つのパラメータにしています。で、こちらが、実験、とそれからフィッティング結果になっています。で、実践がフィッティング結果になっています。で、このように、まずそのラシバ項につきましては、キャリア濃度にほぼ比例するという、仮定を置きまして、フィッティングを行ったことがよく一致するということが分かりました。で、その結果得られたパラメータというのはこちらになっておりまして、ラシバの α につきましては、まあ、キャリアの、まあ、電解に比例すると仮定しますので、まあ、ほぼリニアに変わっていると、これは仮定になっています。で、この青と赤が、フィッティングによって求められた、緩和時間、散乱時間とそれから、ベータになるわけですけども、まあ、ベータの値としては、ベータから、ガンマの値を見積もりますと、まあ、大体14エレクトロンボルトオームスローム3乗ということで、まあ、報告されている10から20くらいの値の大体真ん中辺ということでリーズナブルな値が得られています。以上まとめます と、我々は、外立アルゲスト単一量子指導、ゲート付き構造におきまして、電子密度の関数として内部有効磁場を、電子スピンの最小運動から見積もりました。で、モンテカルロシミュレーションから、その実験結果を再現し、そのドレッセルハウスの、こう係数のそのガンマとして14エレクトロンボルトオームスローム3乗という項が、結果として得られました。以上です。